あ、こんばんは、日本国軍の皆様。いやー、今日も寒いですね。外は雨でございます。こんなむさ苦しい格好で、申し訳ありません。今日はですね、まあこのプログラムですね、この舞台、まあプログラムというものはこの間説明したように2つあるんですね。舞台もプログラムでございますね。あとはこの、パソコンのソフトなりですね、まあ、スマートフォンのアプリなり、これも プログラムなんですね。あとゲームなんかもプログラムなんですね。まあ、そこで今日皆様にお話ししたいのは、このプログラムをめぐってですね、再びお話ししたいと思います。今お見せしますね。これですね。これはですね、私が2007年か8年ですかね、このアジアトライ。で、この西部行動の、この、マスコミばらし手伝いに行った時ですね、まあ、そのプログラムとは、プログラム内容とは、この、まあ、ロシアの有名な武闘団なんですね。今ドイツに住んでいらっしゃるんですけども、その演出家が書いたプログラムなんですよ。これは本番前に作ったんですよ。ツイッターの皆様、フェイスブックの皆様、本番前に作ったプログラムでございます。このようにね、買ってあったんですね。それを私は盗んできたわけですね。バラシの時ですね。これがプログラムなんですよ。こういうものがプログラムです。この組み合わせていくわけですね。これは全部もう今までの稽古で入ってるわけですよ。それをいかにつなぐかというんですね。これがプログラムなんですよ。順番になってますね、このように。で、これをこの出演者の前に見せるわけですよ。こういう形で、今日の舞台本番はやるぞと。これがプログラムなんですね。これは私が部屋に貼ってあります。まあ、この演出家がこの持っていかなかったもんですから、私がこの盗んで持ち帰りました。記念のためにですね。西部行動バラシの時ですね。これがプログラムなんですよ。このようにですね。書いてありますね。これが全部出演者に見せるわけです。で、これで全体構造のですね、こういう形ですね。これで全体構造のですね、当日のダンスです。このダンス団は世界的にも有名なダンス団で、まあ本拠は今ドイツに置いてあるわけですけれどもね。で、この後私打ち上げで飲みに行きました。で、その演出家とも話したんですけどもね、まあこのロシアにはこの山脈があるんですね。まあそこから向こうはこのアジアであると言っておりましたね。で、私があまりにもうるさく話すもんですから、お前はうるさいと言われてしまったんですよね。私いつも打ち上げではこの声を大きくして、このあちこち話すもんですから嫌われてしまうんですけどね。もう一回言います。これがプログラムなんですよ。舞台におきましてはですね、特にダンスですね。もう一度撮影いたしますか。これ書いてありますね。これはシーンの内容だと思うんですね、おそらくね。で、これをこの、楽屋といいますか、出演者の前で本番前に見せるわけですよ。こういう形で今日本番やるぞということですね。京都大学の西部講堂の講演のプログラムですね、内容。で、それでやっちゃうわけですね。本番をやることができるわけですよ。そんだけこの稽古を積み重ねているわけなんですね。ですから、ツイッターの皆様、フェイスブックの皆様、プログラムというものはですね、本番前まで明らかにすればいいということなんですね、つまり。ということでございます。
これあのね、ロシアのそのダンスの演出家が持ち帰りなかったもんですから、私が盗んでしまったということですね。西武講堂の仕込み楽屋に貼ってあったんですね。これは私の部屋に飾ってあります。これがプログラムなんですね。本番手前で表示するわけですよ。で、それをダンサーは見てその通りにやるということですね。まあ私も実際ですね、1996年のこの遊行寺本堂、まあ白石聖先生演出校、白石聖先生が脚本を書いて演出構成しました小栗半眼とテルテ姫ですね。1996年です。今から21年前ですかね。その時ですね、本番前にですね、一人の女優さんがこの病気になってしまって、本番できなかったんですけど、まあ、そしたらこのまあ女優仲間の人が一人見つけてきたんですね。その女優さんはですね、明日遊行寺本堂の仕込み前、その前の稽古一日で覚えてしまいましたね。全部セリフを入れてしまったんですね。私びっくりしましたね。これがいわゆるこの俳優ですね。まあ俳優とはこの人にあらず、なおかつ人に優れているということなんですね。まあ俳句を書く方は俳人と言われてるんですよ。人にあらずと。ゆえに、この俳句を作ることができると言われてるんですね。まあこういう世界もあるということなんですね、国民の皆様。まあですから、このプログラムというものは、この、びっくりの連続だということなんですね。幕が開く！お客さん見ますね。まあ、舞台というものは、このお客さんに夢を、この、見ていただくのが、まあ、商売でございます。そういった、この、お客様はですね、内情は何もわかりません。それでいいわけですよ。ただ、この幕を開けるまではですね、まあ、様々なことがあるということなんですね。これが、この、いわゆる舞台のプログラムということなんですね。まあそういうことで、まあこの動画もまあデータが大きいもんですから、マイクロソフトのこのムービーメーカーにかけまして、データを縮小してからアップロードしたいと思いますね。まあ今日も寒いですね。まあ頑張っていきましょう。本当に夜は寒いです。油断大敵。自分の身は自分で守るということでね、今ほんと全く冬ですね、今のこの夜の寒さは。まあそういうことで頑張っていきましょう。まあ日本国民の皆様、ぜひですね、4月26日、日曜日、鎌倉商工会館。鎌倉商工会館はまあ、小田急でも来られます。江ノ電でも来られますね、藤沢からね。あとは、JR も、でも来れます。この、東京から来る方は、池袋からもですね、新宿からも、この、湘南、新宿ラインが出ておりますから、それで来ると早いと思います。まあ、池袋、新宿から東海道に乗った場合は、戸塚駅で、横須賀線に乗り換えるといいと思いますね。もうすぐホームが同じでございますから。で、鎌倉駅に着いていただきまして、鎌倉駅西口で降りていただきたいんですね。で、鎌倉市役所を目指していただきまして、トンネルの前にですね、鎌倉市役所の前に鎌倉商工会議場がありますから、ここが鎌倉商工会館。1階の102会議室でございます。ぜひ、春爛漫の鎌倉へお越しください。テーマはですね、混沌から。
多様性なる独立的個人を求めてというのがテーマでございます。オープニングは原誠さんに、我ら新鮮な旅人、この詩を朗読していただきます。で、第1番目の談話はですね、斉藤義彦さんの鎌倉と私という題名で、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではごめんくださいませ。明日も頑張っていきましょう。失礼いたします。ありがとうございました。